国家人民軍の階級では、1956年から1990年の期間、ドイツ民主共和国国家人民軍で用いられた階級及び階級賞について記述する。国家人民軍における階級賞のデザインは、旧ドイツ国防軍を踏襲していたが、いくつかの修正が加えられた。例えば兵長と本部兵長の三角章が配され、検証に取り付ける一本。 内紙2本のリボンがその役割を担った。一方で、五条下級軍装、軍装などの階級賞は全く同じデザインであった。主官の検証も、基本的なデザインは国防軍を踏襲していたが、ワルシャワ条約機構各国軍の例に漏れず、ソビエト連邦軍式階級制度を導入したため、星の数や名称に不一致が生じている。下級賞位という階級名は、ドイツでは、 帝政時代の1898年に廃止されていた名称であった。また、中条の上に位置する陛下大将の階級が廃止されたことで、旧国防軍では上級大将を意味したゲンナーローバーストが大将相当の階級となる。その上には新制度としての上級大将の階級が新設された。1974年にはソ連に習い候補生を新設し、5年後には、 上級候補生、本部候補生、本部上級候補生に細分化された。これらは上級可視官、あるいは士官とみなされた。彼らの階級賞は、平洋の検証の中心に、銀色のリボンを通したもので、星一つの候補生から星四つの本部上級候補生まで、星が一つずつ追加されていく。また、この星は当初銀色だったが、 1979年以降は金色になった。主官候補生は制服の袖に候補生気象を取り付けた。主官候補生は儀礼服を着用する際、主官用制服と検体を着用し、銀の探検を釣った。これは1977年のパレードで初めて装備された。演奏する文学隊員。肩にツバメの巣をつけている遺憾の検証は、 銀色のショルダーボードで星は金色である。下級小位は一つ星、小位は縦並びの二つ星、中位は三角形型に配された三つ星である。大位は中位の三角形に一つを加えた四つ星であった。左官の検証は銀モールのショルダーノッチで星は金色である。小差は一つ星、中差は二つ星、大差は三つ星であった。将官のは 銀色のラインを施した金モールのショルダーノッチで、星は銀色である。少々は一つ星、中将は二つ星、大将は三つ星、上級大将が四つ星である。さらに、上位のドイツ民主共和国元帥は戦時、あるいは国防省の特別な命令の下で任命されるとされた。共和国元帥の階級賞は、召喚の検証にルビーを埋め込んだ金色の星を一つ。 飾り付ける。軍学隊では古いプロイセンの伝統に従い、ツバメノスと通称される肩飾りをつけた。地上軍、航空軍、国境警備隊は同一の階級賞及び階級、故障を用いた。相当するナトー階級符号も併記する。召喚はいずれも同一の襟章を着用した。召喚の階級はドイツ国防軍及び ソビエト連邦軍と同様に上級大将、大将、中将、少将の四階級制で順将は存在しない。候補生学校生徒を除く主幹候補生は肩に候補生気象を着用した。人民海軍の階級賞及び階級故障。相当するナト階級符号も併記する。提徳はいずれも同一の襟章を着用した。 検証と袖章で階級が識別され、低徳らの船舶登場時には階級ごとの指揮官機が掲げられる。検証と袖章で階級が識別される。袖章のラインの上には、閉花章をつける。候補生学校生徒を除く、主幹候補生は肩に、候補生気象を着用した。検証で階級が識別される。検証の中心には、閉花章をつける。階級章は、 救国防軍中尉と同じ。少尉ほとも訳される。通常は、不評大将や、方兵大将、総公兵大将などのように、兵家名を冠して呼ばれた。ありがとうございます。